遅い、やめろやめろ。葬儀の参列者とノートパソコンを持った男が揉めているようです。おっと、なんだなんだ。楽しげに歩いていく。こらこら、どうした。やめなさい。何してんだ。この人、おまわりさんです。ノートパソコンを持った男はノートパソコンに向かってブツブツ言いながら薄笑いを浮かべてます。ふえへえ、これ違うし、そういうんじゃねえし、ひひ。うっ、あれは嫌な予感がします。そうですね、そいつは APP が3で豚のような鼻をした男でした。普段なら毅然としている私が突然動揺し始めます。なぜでしょう。あれには勝てない気がします。私も仲裁に行きます。どうしました。土星を上げていた参列者が七草さんと相葉さんに言います。こいつ、葬儀場をずっとうろうろしながらノートパソコンに向かって喋ってて気持ち悪いんですよ。君さ、関係者。ひひ、なんか来た。くっ、私があんな奴に負けるはずがありません。ノートパソコンについているカメラを七草さんの方に向けてきます。無断撮影は禁止になってます。うひ、今警官が暴言吐いてます。報道の自由が侵されています。出て行きなさい。警告に従わないのなら強制退去させます。お、暴力、暴力だ。皆さん警官が暴力を振るおうとしてます。この葬儀場は葬儀者の持ち物です。建物の所持者が立ち退きを命じても立ち退かなかった場合は不法侵入に当たります。警官と弁護士のタッグって心強いわね。じゃあ帰るし、別にもういいし、知らんし、もうお前らなんか知らんし、ふえへえ。立ち去った後も敷地外に出るまでついていく。ここばかりは私も同行しよう。先輩、奴はもういなくなりましたか。ええ、二人が追い払ってくれたわ。くっ、おぞましい豚の化け物め。君は後ろにいたまえ。備えに出ます。追ってくるのが二人だけになったので男は二人にカメラを向けたまま捨て台詞を残していきます。ブルセーバーか、お前らなんかに捕まらねえし。タイミングを見計らってノートパソコンの当たりに行きます。あいつ、俺がやろうと思ってたのに。うわ、はい、暴行ね。ちょっと話を聞かせてもらうよ。違うし、そっちから当たってきたんだし。逃げようとしますが、X は極雷なので捕まえようと思えば捕まえられます。捕まえて手錠をかけます。うは、捕まった捕まった。胴体を出し込め。無線で警察に応援を呼びながらノートパソコンを閉じる。ノートパソコンを閉じると男は途端に暴れ始めます。違うし、ネットでサラが悪いって言ってたから俺は悪くねえし。うわー、横暴だ。関係の横暴だ。おとなしくしなさい。公務執行妨害で逮捕するぞ。違うし、お前らが俺の妨害をしてるんだし、ネットだったら俺の方が味方多いし。鬱陶しいなこいつ。腰の方に手が伸びかけます。カツくんさん、それはダメです。まだ令状がありません。違うし、拳銃じゃないし警棒だし。と、男が暴れた拍子にノートパソコンが落ちました。ノートパソコンに貼られていたステッカーシールが目に入ってきます。そのシールは何かのキャラクターのようです。私は意外にもアニメ知識が豊富な女です。何かのゲームのキャラクターのようですね。見たことはありません。私は豚くんを見張ってるわね。証拠品の確保をお願いします。すいませんね、弁護士先生にこんなことさせちゃって。いえ、白手袋をつけてノートパソコンを拾い開いてみます。ブラウザと配信ソフトが起動中です。カメラに映り込みに行きます。 APP17 の美女が、ほうほう、これがカメラですか。女の子来た、女の子来た。カメラのところを指で押さえます。カメラを押さえるとブラウザの画面も真っ暗になりました。コメントが流れてきます。配信中ですね。コメントの内容はどれもこれも皿の葬式見れてラッキーとか、正義の行動を邪魔するなとかでした。なるほど、コミュニティの名前を記憶しておく。それから配信を終了して、いや、もう少しコメントを書かせておこう。手慣れてるな。きっとそういう案件を受けたことがあるんだろうな。配信を終えます。アーカイブは非公開にしておこう。配信が終わった瞬間、コメントがドーッと流れていきます。特定してやる、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 特定してやる。画面を眺めていた探索者たちは一斉に流れてきた悪意あるコメント、不特定多数の悪意に若干気持ちが悪くなりました。小気度ロールです。成功例失敗1です。やはりネット上でも私は大人気ですね。配信が終わるとノートパソコンがバチンと音を立て、画面が消えました。さらにノートパソコンに火花が散って煙を上げ始めます。最近のパソコンにはこんなスパイ大作戦みたいな機能があるのですか。
このパソコンは自動的に消滅するみたいな。爆発？いや、ないはずだ。多分落としたせいだろう。パソコンが壊れて画面が真っ暗になった瞬間、画面を見ている探索者たちは、真っ暗な画面に、3D で描画された少女の、姿を見ます。それはノートパソコンに貼ってあったステッカーの、イラストの少女でした。その子は滑らかに動き出すと、画面を見ていた二人を指さして、にやりと笑い、合成音声で話しかけてきます。特定するからね。そして画面から姿が消えました。はぁ、最近のパソコンはよくできている。壊れているのに。明らかに壊れたパソコンにそんな女の子が、表示されるはずがない。そう思った探索者は、小気度、ロールです。最近はそういうのもあるんじゃないんでしょうか。成功は0、失敗は 1D4 です。小気度、ロールに失敗した相場は、こんなことはありえないと思いました。これがパソコンに詳しいものと、いまいち知らないものの差です。特定してやる。俺たち全員でお前らのこと特定してやる。絶対特定してやるからな。うわぁ。そしてノートパソコンが火を吹くのを、見た男はダダッコのように、暴れ始め、やがて電源が切れたように、気絶しました。カズくんさん、殺さなくても。殺してない殺してない。カズくんさん。気絶させなくても。こいつは勝手に気絶したんだ。俺は悪くない。カズくん。その豚さん、身元がわかるものは持ってないの。そういうのはないですね。この PC は、証拠品だから、一応ビニールに入れておこう。誰か、電気修理、か、電子工学、を、持っている人はいますか？持ってます。そう問われたなら、私は持ってますと答えます。初期値はみんなあるからな。電子工学なら、本で読んだことがあるわ。惜しい。惜しくねえよ。ちょっと見せてもらえる？本来なら落としたノートパソコンが、火花を散らして壊れるなんてことはありません。そういう現象が起こるとしたら人為的な過電圧で、壊れる場合です。またこれだけの電圧がかかったのなら、おそらく中のデータは全滅しているんじゃないかなと、思います。これ、過電圧で壊れたみたいね。落としたって、こんな壊れ方にはならないから、豚くんは、何か仕掛けをしていたのかもしれないわ。だとしたら、中のデータは絶望的。パソコンのサルベージに時間をかけるより、豚くん本人を締め上げた方が早そうよ。しばらくすると警察の応援がやってきます。警察官の方々、早くあのオークを捕らえてください。あのオークは私の体を。ああ、どうもどうも。盗撮などなどの現行犯、あと公務執行妨害です。被害者はこちら。あと私をいやらしい目で見ています。わかりました。では調書を取らせていただきます。調書なら自室ですでに作成済みです。いがみ合っていたのに連携が取れているわね。警官たちは気絶した男を3人がかりで運んでいきます。ノートパソコンも証拠品ということで持っていきました。すでにビニールに入っています。犯人以外の指紋はついていません。ご協力ありがとうございます。警察は引き上げていきます。おばあちゃんはハラハラしながら一部始終を見ていました。大丈夫でしたか？ああ、オープが違う変質者がいたようですが、もう済みましたので大丈夫ですよ。こちらも皆さんお帰りになるようですので、そろそろ皿の部屋に案内できると思います。タクシーがすでに2台止まっているので、全員一緒に蝶化けに向かえそうですね。私はおばあ様が寂しがっていると思うので、お隣に座って手を握って差し上げます。おばあちゃんはとても安心したようです。向こうのタクシーは女性陣に乗ってもらおう。私たちは男だけでタクシーに乗る。タクシーの中に男が2人。何も起きないはずがなく、タクシーの中で情報共有をしておこう。本来はありえないことなんだが、電源が切れた後に 3DCG の女の子が画面に現れた。ほう。彼はただの変質者じゃないのかもしれない。スーパーハカーってことか。もっと斜め上のやつかもしれない。聞き取りが終わったら教えてほしい。そうだね。ま、考えておくよ。私もタクシーの中で先輩にハッカーの話をしています。私が最近見たアニメにもハッカーが出てきました。そう。こっちは何の情報共有なの？走行しているうちにタクシーは、蝶化けにつき、探索者たちは直接皿の、部屋に通されます。部屋の右側に行って、みんなの方を向きます。ここが皿さんの部屋です。アドベンチャーゲームが始まった。どうしますか？見る、聞く、撮る。部屋には、勉強机、ベッド、本棚、タンス。壁には友達と撮影したのだろう写真が
飾ってあります。どうぞ、お好きなように調べてください。おばあ様、お調べするので、少しの間この部屋をお借りいたします。よろしくね。私はお茶でも用意してくるわね。お茶とお菓子は適度で大丈夫です。ハルさん、電話番号を教えてください。なんと。いいよ。サラちゃんの電話番号なら、俺が黒電話のところに行ってくるから。驚きました。そういうことでしたか。相葉さんが、突然、おばあ様を口説き出したのかと思いました。違う。やめて。人物相関図に、余計な矢印を増やさないで。